台風1号イーウィニアについて詳しくお伝えします。台風1号イーウィニアは28日15時現在フィリピン・ルソン島の北東の海上にあって北東に毎時20キロで進んでいるものとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル中心付近の最大風速は35メートル、強い勢力を保っています。この後台風はやや発達をしながら北東に進み、明日29日には沖縄本島の南東の海上、南大東島付近まで進む見込みです。台風の勢力のピークは明日29日頃になりそうで、明日になると中心の気圧は970ヘクトパスカルまで下がるというふうに予想されています。ただその後は海水温が低い領域に台風が進んできますので、台風はこれ以降はあまり発達することも大きくなることもないと思われます。ただこの台風の特徴としては、台風の中心付近で、から台風の中心から少し外側を取り巻く雲がかなり発達をしていて、雷を伴っているということが特徴になります。現在雷を伴っているのは南西諸島から台湾の東の海上にかけてなんですけれども、台風に近いところでかなり雷が頻発しているということが特徴です。ですのでこの後台風が進んでいく海上では落雷の可能性があります。そしてこの台風は勢力をこの後特に強めることがないまま、31日金曜日の日中関東地方の南に一番接近すると予想されています。ただ今のところ予報円を見ますと、最も北寄りのコースを取った場合でも関東地方の陸地に接近上陸する可能性というのはかなり低くなっているというふうに見られます。伊豆諸島では暴風に警戒が必要です。そしてこの後波も高くなる予想です。これは29日明日の12時の波浪予想ですけれども、この白いところが波の高さが5メートルもしくは青っぽいところ、水色のところですね、ここが波の高さが6メートル以上の大しけというところなんですけれども、この領域をに着目していただきますと、この後台風とともにこの強い高波の領域というのは次第に伊豆諸島方面に広がってくる予想です。これが30日あさっての12時の予想なんですけれども、また風の波はそれほど強く高くなくてもうねりが押し寄せる可能性があります。東日本から西日本の太平洋側ではうねりにも警戒が必要です。最新の台風情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。